はい、こんにちは。比較ゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2017やっていきたいと思います。で、今日はですね、以前の動画で白銅から金になる選手の紹介させていただいたんですけど、その中で紹介したヒカルド・グラール選手の、スカウト確定紹介していきたいなと思います。で、もしですね、前の動画まだ見てないよって方いらっしゃいましたら、概要欄にリンク貼っときますので、そちらから見ていただいてから、こちら見ていただいた方が話スムーズかなと思いますので、ぜひご覧ください。はい。で、まずですね、スカウトは今回もですね、元久さん、ヤンゼさん、ピンクパンサーさんにご協力いただきました。本当にありがとうございます。はい。で、今回のスカウトを見ていく前に能力値見ていきます。で、こんな感じになります。かなり上がるなという印象で、74から80になります。で、すごく能力値的にもかなり全体的に高いですし、使いやすそうな能力値だなと思ってます。で、まあ、いろいろ調べてたら、去年リーグ得点王だったりとかすごい活躍してたので、まあ、このぐらいの能力値になって当たり前というか、もうちょっと強くてもいいぐらいかなとは思うんですけど、こんな感じになります。で、まあ、一応引き続き甲州工大所属なので、2018になっても甲州工大使えば取れるんですけど、まあ、普通に平均の星は上げなくちゃいけないので、今のうちに取っといた方が全然楽かなと思います。で、今回ですね、パターン A、B の2種類持ってきました。まずパターン A はですね、甲州工大に、オフェンシブミッドフィルダー足していただいて、最後3択でキック力もしくは南米もしくはブラジル、この3つのどれかで確定になります。はい。で、まあ、甲州工大は、オークションで取らなきゃいけないんですけど、ブラジル以外、南米、キック力、オフェンシブミッドフィルダーはどれもスカウトで、試合後のスカウトで落ちたりすると思うので、ぜひ狙っていただければいいかなと思います。で、こちらはですね、まあ、基本星は1以外であれば何でも大丈夫、まあ、1になることないか、甲州工大があるんで、はい、なので何でも大丈夫という形になります。で、パターン B はですね、甲州工大に、地域南米で、最後ボールコントロール、この3つで確定になります。で、こちらはですね、必ず星2にしていただくようにお願いします。で、星2にしていただければ同玉以下で、この条件満たす選手がヒカルド・グラールしかいないので確定になるというような形になります。はい。駆け足なんですけど、以上ですね、2パターン紹介させていただきました。ぜひぜひ皆さん、こちらゲットしていただいた方が2018のスタートダッシュになるんじゃないかなと思いますので、狙ってみてください。はい。ということで、今回以上で動画終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。